おはようございます。おはよう。飛んだよ。忙しそうですね、やっぱり年末。そうね。クリスマスですよ、今日。12月25日。車見てよ。すごいね、いっぱいだね、車ね。いやいや、忙しいところ申し訳ないです。今日はこっちの方で、自分でやりたいと思いますんで。雨は？ケツだけ入れる？なんで雨降ってくんの、これ。普段のこの悪いのかな、ほんと。やりましょうよ、やりましょうよ。とりあえず、うん、とりあえずやりましょうよ。いただきます。はい。ありがとう。はい。もうこのやりとり飽きたね。ねえ、このやりとり飽きてきたね。ねえ、ほんとだよね。いつも同じような。同じような感じ。でもいいね、ループすることによってこう癖になるっていうこともあるから。性能だ。そうそうそう。じゃあ邪魔にならないように、端っこの方で今日は自分でやらせてもらいますんで。はいはい。はい。エンジンかけようと思ったの、これ。ちょっと直してね。ヤマハ？これ、なんてやつなんですか。俺もよくわかんねえんだよ。俺もいや、本当に冗談でよくわかんまあ、こんなの、ね、アンティークっぽくてかっこいいよ。あ、そう。うん。それこそあれじゃん。ん？気暮れ大サーカスみたいな。なんでだよ、熊のサーカスかよ。本日はですね、こちらのスタビライザー強化ブッシュセット谷口というところからですね発売されているもの、こちらをですねパパさんの青ジムの方に取り付けていきたいと思います。取り付けたことによってどんな効果が出ますでしょうか。取り付けてからね、実際に後日走ってですね検証もしてみたいと思います。本日はですねパパさんの同級生の麻生さんのところで、作業させてもらうんですけれども、今回はですね自分で取り付けの方ですね挑戦したいと思います。それではスタート。俺の方向いちゃってる。そうだ、いい。なんで俺の方向けてる。なんでいい。なんで早く座って。なんで俺を向けんだよ。やっぱない。ないと思う。ないね。ってことはもうスタビライザー全部取って端からも言うけど取り捨て読みなしとか。あ、すいません。ね、すいません。全然取りに行こうとしねえ。なんか持ってく待ってて困った顔すりゃ持ってくんだろうみたいな、なんか仲間呼ぶぞ本当に仲間呼ぶぞ、いねえここにはいねえそっかトリセツが入ってました。トリセツですね。これこうなってるんですけれども、ここにね亀裂が入ってないんですけれども、カッターで切るそうです。よし、それじゃあやってみようか。じゃあ自分に言ってんだよ。自分に言ってんだよ。いや、俺もちょっとイライラしないようにしてる。しないようにしてるんだ。すごいね。まあ、こういう人もいるんだろうってしか見てねえか。ずいぶん大人の対応になったじゃないですか。ずいぶん大人の対応になった。こういう風のが印象いい。印象いいね。ファンが多くなってきてますからね。もうね。ファンいらない。相当多くなってきてますからね。いいからよ。何よ、そんな。余計な話ばっかすっから進まねえんだ。そっか。じゃあこれ、CRC 塗ってですね、よし、滑りを良くしてからということで切りたいと思います。よし、あとこんな感じで切れました。できた、できた、切れたぞ。ここのネジを外してですね、ここのブッシュを交換したいと思います。取れました。今ねこんな感じで取れました。でもどうなんだろう、こう広げるとこの辺ですね、ひび割れはしてますけれども、まあ、思ったより状態は悪くなさそう。でも柔らかい。こっちの強化ブッシュの方はものすごく硬いですね、硬さが。これが純正品で、こっちが強化ブッシュです。硬さが全然違う。厚みも全然違いますね。あ、でもここひび割れたりしてるな、ここの辺。見えますかね、ここの辺。この六角のボルトですね、これが付属してましたんで、これをここにですね、こんな感じで取り付けていきます。たらば、この六角の L 型のやつで、よし、オッケー。
ノーマルのブッシュ取れました。強化ブッシュの方が順調でっか。順調です。あ、取れたじゃん。うん、取れた。これが純正品ですね。これが谷口の強化ブッシュです。やっぱり細かくこうひび割れがこの辺してますね。ちょっと見えるかな。じゃあこの谷口の強化ブッシュに交換していきたいと思います。これはこの部分に刺すと、してはい、それではですね、走行インプレッションの方撮っていきたいと思います。まずこの谷口のスタビライザー強化ブッシュキットの謳い文句は、スタビライザーのこのブッシュをノーマルよりも硬くすることによって走行時のふらつきを軽減させるというのが一応謳い文句らしいんですけれども、ジムニーってこう直線の道路でも、この自分のジムニーに限って言えばね、常にじゃないけれども、やっぱり小刻みにこう調整をしながら走ってるという感じなんですよね。はい。なんですけれども、その調整が全く必要なくなったわけじゃないんだけれども、当然車だからそうなんだけれども、まあその調整の頻度というのかな、そういうのがかなり軽減されました。というのは、その謳い文句通りに直進安定性を向上させるという謳い文句は間違いはないんじゃないかなというような感じで、かなり好フィーリングでございます。今回ママさんを隣に乗せてちょっと買い物行くついでにですね、この動画を撮ってるんですけれども、タンデム走行になっております。値段がね、18,800円プラス税金ということで、そのブッシュとしてはまあ安いもんじゃないのかなっていう感じが正直はしたんだけれども、お値段以上のその効果を発揮できてるなというのが印象的でございます。うん、一般道でもそうなんだけど、やっぱりこう有料道路とかね、やっぱり80キロとかもっとこう出したりするとやっぱりふらつき、まあ、車高上げてる分しょうがないなというところはあるんだけれども、それでもやっぱり6型のママさんゆかりんジムニー、黒ジムよりもね、やっぱりどうしてもこう直進安定性があまり良くないなというパパさんのこの1型のジムニーだったんですけれども、いや、ステアリングダンパーだったっけかな、名前忘れちゃったけど多分ステアリングダンパーだったと思う、をつけて、さらにこのスタビライザーの強化ブッシュキットを取り付けることによって、だいぶこの直進安定性が良くなりました。ハンドルがこうなんつうの、しっとりしたって言い方はちょっと伝わりにくいのかもしれないけど、チトーっとしたというか、今までよりもなんかこうふわふわ感があったというか、高速道路でもそんな感じだったんだけれども、まあそれが劇的に変わってこうピタッとしたのかっていうと、そこまですげえぴったりはしなってはいないんだけれども、だいぶ改善はされてる。あ、よかったね。うん。もうつけるとつけないのでは大違いっていうところが、運転しててわかる。あ、本当。ステアリングダンパー。ダンパーつけないで、要はノーマルの状態、買った時の状態だと80キロでも怖かったから、それから比べると今はもう80キロ出しても全然怖くない。あ、よかったね。うん、まあ、100キロぐらいいけるのか、まあ、ここの制限速度が80キロなんで、ちょっと80キロ以上出せないんで、それ以上のインプレッションはちょっとできないんだけれども、ぜひこれはあれだね、これ有料道路なんですけど、高速道路乗ってまたちょっとそれは確かめたいですね。100キロ近くというか100キロぐらいまで出してみて、80キロじゃ全然怖くないね。でちょっとこの有料道路を降りるとこういう感じでこう何、少し上り坂の、カーブがあるところを走ってみたいと思うんで、はい、そこでまたねコーナリングとまでは言わないけど、カーブのその感触、フィーリングをですね、また試したいと思います。
はい、そして一般道に降りてきました、はい、この先ね少しずつこうカーブになってるんでそのね感触をちょっと確かめていきたいと思います。あ、全然違うねこれは。あ、本当。あ、思うように曲がってくれる。あ、本当。うん。車として当たり前なのかもしれないけど、今の言葉は。うん、いや、これは良かった。あ、本当。お値段以上。あ、本当。うん。なんか見た目というかそのパーツ自体を手に取ってみると、うん、あ、これでこの値段って正直。あ、そうなんだ。まあ、まあ、めちゃめちゃ高いわとは思わなかったんだけど、うん、まあ、正直に言うとね。うん、いいお値段するなとは思ったんだけれども、うん、全然違うわ。あ、本当。うん、あ、これはおすすめできる、うん、パパさんが自分で全てできたからそんなに難しいもんじゃないから。あ、本当、うん、そうなんだ。うん、うん、踏ん張りが効く。すごくこう踏ん張りが効く、効くし、うん、ハンドルに対して車が素直に曲がっていくようになった。なるほど。うん、今まで、ま、曲がってよいしょよいしょ、うん、よいしょって感じだったんだけど、うん、あの感じがね、うん、ほら、いやほらって言ったら分かんないけどはい、ということでですね、今回は、谷口のスタビライザー強化ブッシュキット、これを取り付けてですね走行インプレッションの方してみました。まあ先ほどから何回も言ってますけれども、結果として取り付けて本当に良かったと思えるカスタムパーツでございました。でお値段も、それだけを見るとちょっといいお値段なのかなと思ったんですけれども、全然お値段以上の体感できる商品なので、これはぜひともおすすめできるカスタムパーツでございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。黒ジムにもつけてみようか。つけてみようか。